三民書局は台湾の大手書店、総合出版社。モットーは学術思想を広め、文化発展に貢献する。創設当時は主に法律や政治に関する大学、講義用教科書、参考書などを手掛けた。その後、三民文庫、古籍間中心薬草書、大辞典シリーズ等の出版にも力を注いだ。近年、辞典や子供向け本、 自動生徒向けの教育分野にも進出し、総合出版社へと発展、拡大している。事業内容は多様で、出版事業をはじめ、発行、店頭販売、オンラインショップなど多岐にわたる。取り扱う書籍の種類としては、資格試験用参考書、教科書、テキスト、小中高大学用専門書籍などである。編集、販売、書籍ジャンルごとに以下のように分類される。 香港を代表する学術出版社、商務委員書館、中華書、局、三連書店、展示図書、万里機構、新化文化、地出版及び香港大学出版局である中文大学出版社出版物の独占代理店でもある。世界各国の著作権取引を行う一方、日本、韓国、中国などとの著作権取引にも積極的に取り組んでいる。 1975年創設、知識を広め、学術思想を通平名に説くという方針で、主に哲学、人文、芸術などの分野での出版物を刊行している。よく知られている書物は、総会総監、現代物学総書など。総会総監は、学術女総会無害の意味合い、中国文学、哲学、宗教、応用科学、社会科学、芸術などの専門。 学術書籍などを出版している。特に、現代仏学総書シリーズは理解しやすい言葉で、わかりやすく、仏教思想を紹介している。1987年創設、主な業務は、実在店舗と三民書局オンラインショップの書籍、雑誌、教科書、文房具、雑貨などの取り継ぎ販売、卸売小売文化大老ビル三民書局また来た店。 総本社三民書局十難点。ありがとうございます。